長尾誠10月4日から2021年5月23日は、日本の情報工学者、京都大学名誉教授、京都大学工学部電子工学科卒業、京都大学総長、国際高等研究所所長、独立行政法人情報通信研究機構理事、長、国立国会図書館長を歴任。専門は、自然言語処理、画像処理、パターン認識。 パターン認識の分野では、手書き文字の認識方式を提案した。この手法は、初期の郵便番号を読み取り装置へ応用された。以降、電子図書館システムの研究を主に手掛けている。自動翻訳や AI につながる技術の原理を開発した。自伝に、情報を読む力、学問する心がある。弟子には、カナで竹を辻井順一、松山隆松本裕二。 佐藤聡、氏、黒橋貞夫、中村雄一らがいる。電子情報通信学会会長、情報処理学会会長などを歴任。1997年から2003年まで京都大学総長を務め、国立大学協会会長として、国立大学法人化を行った。また、自ら機械翻訳国際連盟、言語処理学会を設立し、初代会長を務めた。 京都大学退官後、2004年に旧通信総合研究所と旧通信放送機構が統合して設立された情報通信研究機構の初代理事長に就任。2007年に国立国会図書館長に就任。なお図書館会とは電子図書館の開発で以前から縁が深く、京都大学総長在任中から日本図書館協会会長を務めていた。 2014年には日本学士委員会員に就任。2015年に国際高等研究所所長に就任。2016年に京都府公立大学法人理事長に就任。2018年にシンポジウム現代社会に役ける宗教の役割にて基調講演、心の時代を行う。科学と宗教の接点の模索を通して、 科学技術の時代を超えて人類に共通に存在する心に光を当て各宗教が大切にしている隣人愛と自己制御の概念を共通の軸として相互理解を実現する努力を促す2021年5月23日出血性脳梗塞のため死去84胞図。死没日をもって肖像くらいに除されるありがとうございます